三菱 UFJ ニコスからこの度の震災により被害を受けられた皆様に謹んでお見舞い申し上げます。弊社では被災された皆様のカードのお支払いなどに関するご相談を受けたまわっております。ご覧のカードをお持ちの方は 0120-007-425 までお電話ください。また弊社ではクレジットカードでの義援金の受付も行っております。三井住友海上からのお知らせです。この度の大規模地震により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。地震による被害のご連絡ご相談はご覧のフリーダイヤルで受けたまわっています。24時間お待ちしています。一日も早く復旧されますようお祈り申し上げます。この度の地震により被害を受けられた皆様に謹んでお見舞い申し上げます。日本生命ではお問い合わせご相談を受けたまわるとともに迅速な対応に取り組んでまいります。ご契約者の皆様はサンクスマイルを義援金寄付にご活用いただくことができます。一日も早い復旧と皆様のご健康を心からお祈り申し上げます。この度の地震により被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げます。住友生命は被災された皆様に対して次のような対応を行います。専用フリーダイヤル 0120-409-554 にてご相談お問い合わせを受けたまわります。一日も早く復旧をされますよう心からお祈り申し上げます。この度の地震で被災された皆様に第一生命より謹んでお見舞いを申し上げます。一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます。第一生命では被災されたお客様のご契約内容に関するお問い合わせを受けたまわっており、お問い合わせの説は第一生命コールセンター 0120-157-157 までお願い申し上げます。心より震災のお見舞いを申し上げます。一日も早い復旧をお祈りしております。アクサ生命では被災されたお客様からのお問い合わせご相談を受けたまわっております。アクサ生命。この度の震災により被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げます。全労災では被災されたご加入者の皆様からのお問い合わせを受けたまっております。詳しくはフリーダイヤルまで。オリックス生命からのお知らせです。この度の地震で被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。被災されたお客様に対し保険金等を迅速にお支払いいたします。フリーダイヤルまでお問い合わせください。損保ジャパンからのお知らせです。この度の大規模地震により被害を受けられました皆様に心からお見舞い申し上げます。損保ジャパンではお客様からの被害のご連絡ご相談などのお問い合わせを受けたまわっております。弊社の保険にご加入のお客様で被害を受けられた方は下記の電話番号までご連絡いただきますようお願い申し上げます。東北地方太平洋沖地震及び長野県北部を震源とする地震により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。アリコジャパンでは被災されたお客様のご契約について特別措置を実施いたしております。お問い合わせやご相談はフリーダイヤル 0120-022-203 で受けたまわっております。また弊社ホームページでも特別措置の内容をご案内しております。 JA バンクからのお知らせです。この度の震災で被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。被災された利用者の皆様からのお問い合わせはご利用の JA 店舗各県のご相談窓口もしくはサポートダイヤルでお受けしております。詳しくは JA バンクホームページをご覧ください。 JA バンクは地域社会の復興に向けて皆様のお役に立てるよう努めてまいります。 JA 共済からのお知らせです。この度の地震津波により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
JA 共済では被災されたご加入者様に共済金の簡易迅速なお支払いや掛け金の払い込み猶予期間の延長などを実施しています。詳しくはご加入先の JA へ。 JA での対応が困難な場合はホームページをご覧ください。一日も早い復旧と皆様のご健康を心からお祈り申し上げます。スタジオアリスで撮影いただいた写真を震災により焼失損傷されたお客様へ、写真を無償で復元いたします。お問い合わせは 0120-963-076 まで。積水ハウスからのお知らせです。この度の震災により被害を受けられた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。お客様のお住まいに関するご相談は弊社カスタマーズセンターまたはご覧のフリーダイヤルまでお問い合わせください。東日本大震災により被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。技術を通じて社会に貢献する、創業以来日立が守り続けてきた企業理念です。日立は今被災地の復興を全力で支援していくとともに、日立グループの技術と知恵を一つにしてこれからも人の暮らしや社会のためにできることを着実に行ってまいります。あなたの笑顔にお会いするために東京ディズニーリゾートはただいまお休みをいただき、皆様をお迎えする準備を進めています。夢が叶う場所、東京ディズニーリゾート。今丸井各店は義援金を受け付けております。皆様の義援金は日本赤十字社を通じ被災地へ届けられます。心よりご協力をお願い申し上げます。